はい、おはようございます、えー、とシンガポールへの出張について、まずお伝えをします。えーあ,すまあ今晩夜中からシンガポールに出張して、えー、アジアにおけるデータガバナンスに関する閣僚級会合、これに出席をいたします。この会合は、日本とシンガポールが共同議長を務めることになります。 えー、DFFT の推進あるいはデータの越境流通アクセスに関する、えー、日本と ASEAN の協力推進に向けた議論を行います、えー、アジア初のプロジェクトを推進することで、えー、このアジア初のプロジェクトのグローバル展開をすることで アジアにおける国際的なデータガバナンスの議論を深めるとともに日本のこの分野での貢献を高めていきたいと思いますまたこの会合での取り組みを5月に開催される OECD 閣僚理事会での OECD とアジアとの連携の強化にもつなげていくことで国際的なデータガバナンスを日本がリーダーシップを取ってやっていきたいと思っております えー、新たな経済に向けた給付金に関する、えー、マイナンバー、あるいは公金受取口座の活用について、えー、お知らせをいたします。あのー、新たな、えー、経済に向けた給付金を、給付を迅速に行うため、特定公的給付として、えー、指定をいたします。 えー、特定公的給付として指定することによって給付事務にマイナンバーカードを活用することが可能となり、えー、給付対象者の抽出に必要な地方税の情報の利用が容易となるほか、えー、給付事務に公金受取口座の利用があ可能となります、えー、特定公的給付はあの通常は自治体ごとに申請に基づいて、えー 指定しますが今回はあの迅速な給付を行うため全自治体共通して一括で指定を行うことといたしました、えー、現在あの住民税の均等割の非課税世帯、えー、住民税均等割のみの課税世帯、えー、低所得者の子育て世帯への給付については既に一括で、えー、指定をしております 今月の15日をメドに、えー、新たに非課税等となる世帯、えー、定額減税しきれないと見込まれる方への給付についても、えー、同様に一括指定をする予定にしております特定給。特定公的給付への指定により、公金受取口座の活用が可能となれば、事前に公金受取口座を登録することで、 実際の給付に関係する作業が不要となるほか申請の時に通帳のうちの添付が不要になるといったメリットがありますこの機会に国民の皆様に積極的に公金受取口座の登録をお願いをしたいと思います公金受取口座につきましてご登録の可能性が高いものはすでに訂正抹消し 自治体でで利用できなないよう措置済みになっておりますまた、あえて家族口座などを登録したと思われる方々については、給付時に自治体が本人口座を確認する必要があるなど、給付の遅れにもつながりますので、ご本人の口座への登録変更を改めてお願いをしたいと思います。公金受取口座の登録内容につきましては、 一定の正確性が確保されておりますので、えー、自治体の皆様が公金受取口座を活用することで迅速な給付を行うことが可能となります、えー、住民の皆様の利便性向上のため、えー、改めて貢金受け取り口座の積極的な活用をお願いをしたいと思います私からは以上ですこれより質疑応答に入ります <laughs> ご質問のある方は、挙手ボタンまたはチャットにてお知らせいただき、ご指名させていただきますので、ニュートを外してご発言をお願いいたします。ご質問ありますでしょうか日経新聞の上田さん、お願いいたします。日経新聞の上田ですおはようございます。はい、おはようございますあの。シンガポール訪問について伺いたいんですけれども、あのまあ、日本。 海外で主催する形でこういう会議体も受けて DFFT についてこう理解を求めるというのはこう珍しい取り組みかと思うんですけれども、まあ、こういう会議体も受けることの意義について改めて伺いたいのとあと ASEAN とこう連携するにあたって OECD 参加にも受ける予定の IAP とこう東南アジアの ASEAN の組織が何らか連携していく可能性というのもあるんでしょうか。 お願いしま実は ASEAN のデジタル大臣会合を、すでに始まっておりますがあの、代表質問がありますので、えー、と今日の夜中にならないと私が出れないということで、えー、シンガポール議長国に、えー、あの差配、まあ、で、 土曜日の午前中にこの会合をやらせていただいて、日本とシンガポールが共同議長を務めるということになっております。OECD の下、新しいデータの影響流通に関する枠組みが立ち上がりますが、OECD とこの ASEAN のいわば研究所機能を持っているエリアとしっかり連携をした、 プロジェクトをやっていきたいというふうにも思っておりますので、そこに向けていろんな意見交換ができればと思っております。また、OECD への加入という意味で、インドネシアなどアジアから手を挙げてくれる国々、特に ASEAN のメンバー国で手を挙げてくれる国々がおりますので、 えー、日本が閣僚理事会での議長国を務めるということもありますので、えー、アジアと OECD の連携を強めていきたいというふうに思ってます。また今回、この日本と ASEAN でこうした新しいプロジェクトを始めることで、それをアジア初の国際的なスタンダードにしていくということも進めていきたいというふうに思っているところです。 ありがとうございいまますすす朝日新聞の小手川でよろししくお願先ほどのマイナンバーを使った公的給付についてお伺いしたいんですけれども、先ほど大臣、発言の中で家族口座に研究があったと思うんですけれども、今、最新の家族口座の修正状況をえっと。 教えていただきたいのと、これを確認ですけど、修正しないと、この制度は使えないといか振り込めない、振り込まれないというようなことでよろしいのでしょうか、よろしくお願いします。はいあの、数字はちょうど広報からお伝えをいたします。あの本人口座でない場合は、えー、自治体があ確認をしなければなりませんので、公、え、金、ー、受取口座のメリットというものを生かすことができなくなりますので、 ご本人の口座への登録変更をお願いしたいと思います。ありがとうございます。他にご質問はありますでしょうかでは以上をもちまして本日の会見を終了いたします。どうもありがとうございました。